ユーリンは料理しますか？この間ね、初めてビビンバ作った。コチュジャンと刻んだニンニクで牛肉を炒めて、塩とごま油とごまでナムル作って、ナムルね、人生で初めて作ったんだけど、水切りが甘すぎてね、べちょべちょのナムルでした。あ、水をよく切れてレシピにめっちゃ書いてあって、もうなちゃ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 ってザルで切ってたんだけど、あのね、絞るべきだった。なるほどなって思いました。最初はね、キンパ作ろうとしたんですよ。私あのウヨンは天才肌っていうドラマが本当にもうめちゃめちゃ好きすぎて、もう主人公が持ってるヘッドホンとカバンとね、いろいろ取り寄せてるんですけど、で今度はその主人公がずっと食べてるキンパがあってね、キンパを作ろうと思って、そしたらさ、キンパ作るのにさ、巻物が必要で、なんかそれがなくて作れなくて、でじゃあこの材料どうしようって思った時に、ほとんどビビンバの材料だって気づいたの。そのままビビンバを作りました。本当はね、キンパを作りたかった。私は基本的に料理はそんなにしないんですけど、作りたいものがあったら作るっていう感じなのかなそういう切り替えができるの天才、イエー。そうなんです。意外とそういうことができるんです。ラップでいいのよ。え、ラップでいいんだ。私作ったことないからさ、あれがないといけないのかなって思った。今度じゃあ、リベンジしよう、キンパ作り。ちょ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 。